では、2023年新商品紹介第3弾 TT なはい、リザルタードスポーク TT でございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、こちら、はい、まあ見ての通りね、 4ホール専用のアイテムです。はい、まあ、リザルタード、そうそう、はい、軽自動車コンパクト向けの、はい、ちょっとこうエレガントなスポーティーな雰囲気のあるっていうのが、まあ、リザルタードなんで、まあ、そこに投入した新製品のスポーク TT、はいはい、あれって思いません、ね、思います思います。グノーシス CVS、 そういうことです。はい、どれに言うの、じゃもう腹立つなと思ってCVS の、まあ、弟分妹分え子分、はい、まあ、CVS は補欠なんで、はい、それのまあ4欠やるんですよね。そうです、そうです。親戚でもいいっすわ。親戚、はい、弟分です。もう見ての通り、だから、まあ、CVS はコンケーブモデルになりますけど、はいはい、いや、スポーク TT はね、まあ、どうしても軽かコンパクトコンケーブはできないんで、はい、どっちかっていうとこう、リム負荷に見えるような、はい、エレガントな、はい、優雅な、ゴージャスな TT です。そういう、冷た軽自動車の、まあそういうエレガントに乗りたい人向けの商品です、ね、そうそうそう、うん、そういうことなんですよ。で、まあラインナップが、まあ、16インチのフルリバース、はい、ね、17インチのフルリバース、はい、で、あとは17インチのステップリム、はい、まあ弾輪ですね、はい、このラインナップで、で、まあ標準がこのブラッシュドのディスクと、ライトグレイッシュシルバーっていうね、シルバーションで、あとはマットブラックのディスクっていうのが、この軽自動車コンパクトでブラッシュをっていうのって熱いですね、はい、ないと思いますよ。ないと思うし、で、うん、まあ言ってたように、そのなんていうんです、エレガントにこう車を仕上げたい人には持ってこいの、そうそうそう、ね、はい、例えばその軽自動車をこうなんていうの、ユーロスポーツみたいな感じで見せたいとか、そういうコンセプトで車作りしてはる人にはこうバッチリハマるようなアイテムなんだよね。今だって軽自動車もコンパクトもいろんな形があるから、そうすごい、すごいよね。だからデリカのミニ、うん、今 CM しますけど、だからああいうのもあれば、まあ、タントとかもあるし、そう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 、で、まあハスラーとか、だからあえてその鼻から上げてるようなハスラーとかをこっちに仕上げる人も出てくると思う。そうやね、うん、でコンパクトとかやって、今やったらノートオーラ、あ、はいはいはい、スイフトの4欠、ね、100の車、うん、4欠のコンパクトも当然いっぱいあるので、あります、あります。そういう車には持ってこいですね。バッチリです、うん、いやちょっと、まあ、僕はもうランクルを持ってるので持ってるランクルをもう、はい、もう持ってる、ランクルユーザーに、はい、なるから。じゃあどっち、ランクル LX？ ランクルですね。GR スポーツ、あ、18インチ表面、はい、はい、8インチ表面、はい、でですよ、はい、まあ、まあ、軽自動車コンパクト向けに合ってるというこの、はい、はい、え？ COP の話ですか？もちろん、もちろん COP、カスタムオーダープラン対応してます、うん、これね、これ見ていただけます？これブロンズリムに、ね、このマットグレーブラッシュなんかね、かっこいいよね。カラリズムクリア、はい、もうできますよね、TT は。あ、できます、できます。はい。で、かつ、いわゆるセミオーダーから、うん、まあ、ペイントのホワイト、はい、で、ツヤありのブラックもできますし。できます。はい。だから、もちろんリムアレンジもね、できます。できますし。これはだから、いろんなことできるんで、いろんなことできますよ。いろんなことできますよ、はい、もう。4ケツ、その、ほんまに4ケツやったら、めちゃくちゃ多いから、すごく面白いと思います。まあ、でも、その日本の道路事情を考えると、まあ、道路狭い。多いじゃないですか、ね、ちっちゃい車、日本ぐらいでしょ、あの軽自動車、そのためのホール。でも日本の軽自動車は速いんで、ちょっと遠いね。で、でも俺ね、面白いのがね、このホイールは M14V 対応なんで、ミニ行けます。ミニクーパー行けますよ、うん、ミニクーパー行けるんで、行けるんすよ、いわゆる R 型と言われるね、はいはい、はい、あるゴールでも今、むちゃくちゃ車多いから、まだまだ綺麗な中古車いっぱいあるんで、ああ、そう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 、あのカスタムベースに持ってこいなんで、4ケツ100であったら何でもいけるんで、ほぼ、うん、いけるので、うん、ぜひ皆さんが持ってる車で、うん、もしこういう探してるってあれば、あ、こういうのもあるんだと思っていただければ、ぜひ、もうそう、はい、
選んでいただきたい。そんなにね、そうカスタムもしちゃえばそこまで他の方と被ることもないと思いますので。うん、そうそうそう。はい。世のね、あの子育てしてるママさんとかね、軽自動車も、はい、乗ってはると思うんですよ。はい。もうこれを変えるだけで、ね、まさかこんなかっこいいと。はい。言われる。まあ、絶対なると思います。そう。何々ちゃんのママの車かっこいい。ヒーローだ。あのまあそうそうですかね。TT な、はい。あのもう悪乗りも出てきましたので、ここで一旦、はい、リサラサラスコープ TT を終わらせてもらいます。ありがとうございました。